ボディスナッチャーマイケル・ラーマ31歳。誰も目にしたことのない柔道技を秘策として用意してきたと語る秋山。平安ワールドマックス世界王者対抗戦、総合格闘技ルール、5分3ラウンドで争われます。左アメリカマイケル・ラーマ、そして右日本秋山義博。さあ、解説は谷川貞治さん、そして畠山貴則さんでお送りしてまいります。秋山にとってプロ4戦目のリング、そうですね、秘策があると語っているわけですが、はい、どのような形で出てくるか。まあ、本当にやっぱり組みついてテイクダウン取ることが秋山選手にとってのポイントでしょうね、はい。今ゴングが鳴りました。秋山プロ4戦目です。マイケルもパンチうまいですからね、パンチ強いですからね、はい。そのあたりは畠山さん、マイケル・ラーマがどうこの秋山のボディにパンチを叩き込んでいくか。そうですね、この薄いグローブで、ね、ボディに入ったら、それボクシングのグローブの衝撃じゃないと思うんですよね。おっとハイキックだ、秋山がまずハイキックを見せていった。これまあどうなんですかね、秋山選手としては、ね、デビュー戦でフランスサポーター、ヘビー級の、ね、はい、世界チャンピオンのフランスサポーターとやってますから、ボクサーに対してはそれほど担い手意識はないんじゃないですかね。そうですね、はい、ただしボタとはこのラーマはだいぶ違うだろうというふうにこの秋山も言っています。まず打撃ですね、打撃で言ってますね、打撃からある程度打撃をやりながら組みつくというところですよね、はい。格闘家秋山もまた違ったステージに登ろうとしております。まずは打撃を見せていきます秋山。さあ、この辺りはちょっとマイケル・ラーマもパンチを飛ばしていきました。ちょっとラーマとしても予想外の立ち上がりなのかもしれません。組みに行く秋山、さあ倒すか倒すか、ラーマ粘り腰、ラーマこらえている、こらえているが、さあここで足をかけて持ち上げて投げた、叩きつけた秋山、横四方に入ろうという秋山。さあ押さえつけるか、マウントポジションを取りました秋山、マウント余裕の頂上から拳を振り下ろす秋山義弘、まさに独壇場か、この拳パウンドできますね、今日はパウンドです。さあ秋山の拳、オープンフィンガーグローブでこのマイケル・ラーマの顔面を狙っている。さあパンチだ、ラーマはここから逃げることができるかどうか、まあ置きたいところですけどね。さあ腕を取るか、まだ取らない。さあそして腕、どうだ、殴り殺しみたいですね、秋山選手これ取ろうと思えば腕を取れるでしょ、これ取れるけれども取らない相手、そして殴る、そして殴る、パウンドで制するかと。さあ後ろに回る、横に回る、どうする、首をまず肩肩に締め上げに行くか、ギロチンですね、さあ左からギロチンチョーク、もう一度パウンド殴ります。あえてギロチンチョークの狙えるところですが殴りに行く。さあ再びこのボクシングの元 WBB の世界チャンピオンマイケル・ラーマを相手にパウンド、マウントポジションから、さあ殴る秋山、殴る秋山、乗ってそして殴りました秋山義弘。この戦いはまさに独壇場でした。ラーマに結局パンチを出させませんでした。まあ立ち技との攻防ですか、それが秋山選手の全てだったと思うんですけども、緊張する、そこはやっぱりラーマがパンチを出せなかったですね、この辺りは立ち上がり畠山さん、まず秋山選手が打撃でいきましたね。そうですね、今日は意識して、ボクシングの元世界チャンピオンの打撃でやっぱりちょっと やってみたかったってのもあるんじゃないですかね。なるほど、はい、そしてこの捕まえて組んだところからこの投げに行きました、ね、一本ですよね、そして最後はこのマウントポジションを取って、あとはもう秋山の独壇場、まあ、いろいろと腕を取ったり決めるチャンスはあったんだけれども、あえてこのパウンドにこだわりましたね。こだわりましたね。
これもまた秋山の描いた通りの形になったのかもしれません。プロ格闘家としてこの4戦目のリング、華々しく白星で飾りました。